広島大学医学部医学資料館。最後まで残された11号館のレンガの一部を利用し、復元的に建築された1930年頃の広島市地図。兵器支障の位置が示されている。広島陸軍兵器補給省は、現在の広島市南区霞町に存在していた日本陸軍の施設。帝国陸軍の武器弾薬の集積、補給を行っており、近隣には、 陸軍用最方兵連隊、広島陸軍被服師匠、演習砲台などの陸軍施設があった。1945年8月6日の原子爆弾投下では、爆心半径 3.0km 以内にあり、七山の影に入る位置にあったものの爆風により、半壊ないし、それに近い被害を受けた。このため、おさむ道中学校、ストック中学校、実践高等女学校など、 勤労動員されていた生徒の多数が被爆、死傷した。当時修道中学に在学していた平山育夫もこの時負傷した学生の一人である。また、被爆直後市内から撮影されたキノコ雲の写真の一つは当日カメラを隠し持っていた動員学徒によってこの地点から撮影された。現在の広島大学霞キャンパス正門。 かつての陸軍兵器補給所正門の位置にある戦後、広島県庁、ついで広島大学の医療計画部や、広島大学病院が跡地に移転し、かつての補給所の建物は、医学部の食堂などに転用されていたが、1970年代以降、次々と解体が行われ、最後まで医学資料館として使用し保存されていた11号館も1999年に解体された。 その際、外壁の一部が、広島市中区の修道中学、高等学校で被爆建物として、保存、展示されている。ありがとうございます。